Life Travelers Cafe。 Life Travelers Cafe ようこそ、松田美博です。若菜です。この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。食べ過ぎましたそのくだりでもいつもじゃない。え、そうだっけか、うん、それで毎回、うん、毎日だけど、うん、明日からもう食べませんって言って10年以上つきますけど、うん、歩けちゃーのに行ってきたんですよ。山形のね、山形の旅をしてきました。そうそう、今回は僕たちね、山形出身なんですけど、それで山形のいいところをいろいろとお伝えしたいなと思って友達を連れていくと、毎回。そうです、そうです。で、今回は、はい、海外から、はい、オーストラリアのバイロンベイからドマカフェのね、ご夫妻を連れて行ったと、はい、そう。あとは東京からは、うん、名前いつも行く和食屋さんのね、とっても大人気の和食屋さんのご夫妻、はい、板長ご夫妻と、はい、あとは山形でまたこれ、それはその2組をいろいろ山形で連れて行きながら、山形のシェフたちも一緒に遊んできたという感じ。そうです。今回なんかもう本当たまたまみんな本当大人気店の各地のシェフが集まったので、うんうんうん、せっかくなので山形もを代表する、まあ、各フレンチだったり、うんうんうん、イタリアンだったり、うん、和食だったりのシェフたちを集って、うんうん、なんかシェフの会になっちゃった。シェフズ会になっちゃったね本当だねシェフじゃないのは我々、我々だっけ、我々はつなぐだけだからいいんです、まあ、確かに、はい、そうだ。で、素晴らしい会になりましたね。いや本当にね、本当によかった。行ってというか、おつなぎして、そう、まず どこどこ行ったかっていうと、最初はアルケッチャーノっていう、そう、イタリアンのね、はい、奥田シェフがやってる、ね、情熱大陸とかにも出てるんで、全国的に有名な方になってますよね、うん、どうだったの？奥田シェフは、うん、まずあの方と一緒に過ごすっていうのがとってもスペシャルな時間な気がするよね。もちろんお話が面白いのはそうなんだけど、うん、もう本当に独自の哲学をもう生きながら体現している方っていうのは、うん、やっぱり一緒にいるだけでものすごくこうエネルギーが上がるというか、うん、すごくこうね、研ぎ澄まされていく、一緒にいると。 20,30 年前から言ってるからね、そこね、えすごいよね。そこで続いてるだけでももちろんすごいの、認識って言って、それが続くだけじゃなくてどんどんこう広がってるのと、その地域に、うん、まあ、地域活性というと一言だけど、そのアルケッチャーノのまあ、きっかけで100万人ぐらいね、そう、その地域に100万人増えたんだよ、100万人っつって来てるって言ってたんで、そうそう、本当に素晴らしいよね。うん、でもその今回もう改めて思ったのが、山形のワインの素晴らしさ、すごいんだね。もうすごいのにびっくりしたよこれ。あ、そのドマのね、ドマカフェのシェフの高幸さんは、うん、まあ、オーストラリアも20年言ってたね、なの で、まあ、やっぱオーストラリアはもう本当ワインの本当文化っていうか、ワインをたくさん飲まれる方、うんうんうんね、方々だから、うん、やっぱりワインに関しては結構うるさいわけですよ。まあそうだね。そうそう。で、正直日本のワインはそんなに期待していなかったんだけど、うんうんうん、しかもやっぱり山形って地方だからね、あんまりワインでそんなになんか日本で1位とかじゃないからね。そうそうそう。なのに何このクオリティっていう、うんうん、なんかすごく感動してくれて。何種類飲んだか、1,2,3,4,5,5,6種類飲んだけど全部山形なんだ。そうなの。しかもうちのおじさんが勤めてたさ、うん、だったそれ2個あったまさかの武田のワイナリー。それがもうすごい、実は全国的にすごくて、しかもあれなんだよね、国賓級の方たちがしか飲めないにも出すワインも作ってるって言ってたよね。うん、びっくりしたね。いや、ワインはね全く分かんないんだけど、知識と知恵がないんだけど、でもすっごい美味しかったよ。いいね。すっごい美味しかった。いや、私は全然飲めないから、うん、でもみんなのその感動しっぷりに見てた。もう自分も飲んだ気になってもうすごいこのワインって自分の中で言ってた飲んでないけど、
まあ、その僕は、ま、料理は、ね、もちろんなんだけど、ワインにちょっと感動した回だったな、うんうん、なんか山形ポテンシャルがありますね、やっぱり。本当だね、本当本当。でその後、うん、さくらんぼ狩りしたんだよね、実は。そうそう、あの高校のね、同級生の細っちっていう人がいて、その人があのワインじゃない、ブドウとさくらんぼと作ってんのよ。そう、うちら的には今んとこ全国一美味しいブドウを作ってるよね。あ、そう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 。ね、なんでちょうどさくらんぼのね、まあ、ちょっと1週間ぐらい早かったんだけど、みんなでさくらんぼ畑行って、うん、食べさせてもらったっていう、うん、素晴らしい体験だった、うん、それもさ、うちらにとってはさ、さくらんぼが木になっててそこから食べるってそんなに特別なことじゃないじゃない、うん、で佐藤錦っていうので、細地が「これまずいから」って言って「まずいからあんまりダメだよ」とか言ってたんだけど、うんうん、みんなめっちゃ美味しいって食べてた。すごい美味しかったよね、うん、いやまだあの時期的にも早かったんだけど、あのそれでもすごい美味しかった。すごい美味しかったよ、十分。細地のレベルの高さ。ダメダメとか言ってでも本当みんなキラキラさせて、うん、あのね、目をキラキラさせてさくらんぼ取って美味しい美味しいって食べてる姿が、うんうんうん、やっぱりすごく幸せで、うん、あのとってもときめきました。はい。で、その後に次はお蕎麦食べ行った、その近くのお蕎麦食べ行った。そうそう、とそこも友達んとこのね、そうそう、お蕎麦なんだけど、山寺の駅前にある円蔵というお蕎麦屋さんで、そう、ここもね、お蕎麦はもちろん美味しいんだけど、ラーメンがまた美味しいんですよ。山形といえばラーメン、蕎麦とラーメンだから。そばとラーメンと芋煮だから、普通変だよね。しかも芋煮も食べれますから、そこ芋煮そばっていうのがあるの。うんうん、若いつもそればっかり。そう、芋煮好きなんだけど、うん、あのソウルフードだからね。むしろね、そばも食べずに芋煮食べてるいや、あれ実はでも芋煮にそばを入れるっていうのはちょっと山形の人もあんまりしない、うん、あの食べ方なんだけど、すごく私は大好きで、いつもそれをいただいて、うん、ラーメンも食べて、うん、あとあそこはね、何が美味しいか、お漬物なんですよ。漬物、うん、お母さんが作ってくれてるお漬物が、あんなになんかこうパクパク楽しく美味しく食べれる漬物ってなかなかないよね、うん、ないね、うん、すごい元気になる。そこでたらふく食べて、うん、からの、うん、出羽屋に行ったんだよ。出羽屋行きました。出羽屋さんは西川町にあるガッサの麓にある山菜屋さんですね。そうですね、本当に昔から代々、それこそ僕は行ったことないけどさ、私は子供の時からおばちゃんとかおじちゃんとかがそこ結構好きで、何十年前も行ってたわけでしょ。ずっと行ってた。そう、連れてってもらってて、この間もおばちゃんとおじちゃん行ったっすよ。行ってたねすごいね。だからさ、それぐらい続いてる、そこでも旅館もやってる山菜そば屋さんだったんだけど、うんうん、今のその要はその当時はおばあちゃんが多分やってたから、うん、その次の代、お孫さんの代になって、お孫さんが息子さん多分2人いらっしゃって、うんうん、お兄ちゃんとも弟さんもね一緒にだけどシェフをやられてて、うん、そのシェフズテーブルっていうのを始めたんだよね、出羽屋で。そう、うん、山菜のシェフズテーブル。それがまたね、これが素晴らしいよ。素晴らしくて、うん、もう小総なめだったもん。小総なめだったよね。しかもなんかあっという間に縦とかいっぱい置いてあったね。あの JAL のさ、国際線のなんかあの何ページにもこうなんか載ってたりとか。そうだよ、家庭画報さんとか分かんないけど、あっという間になんか有名になっちゃって、でさ、毎年行くたびにさ、うん、あの賞の盾がどんどん増えていくのね、こう全国の、ね、そうで、なんかもうそんな素晴らしいお宿っていうかね、うん、あのレストランっていうかになったんですけども、そこのやっぱり山菜って山形よく食べますけれども、うん、そんなに他の地域であんま食べないのかな。そこまでは、まあ、ゼンマイとかわらびとかはあれだと思うけど、あそこまでの種類を多分食べないと思ってて、であそこの素晴らしいところは、あの西川町ってあのやっぱり山形からしてもそんなによく行かない町、行きにくい、遠いっていうのもあってだし、まあ、そんな お米とかもねあんまり育たなかったり、なんか海があるわけじゃないからみたいな、いろんなそのちょっと食物的にはそんなに豊かではない土地だったんだよね、うんうん、でそこでやっぱりみんながこう生きていくために山のものとして山菜をこう食べたり、川魚を食べてこう生きてきたわけなんだけど、うん、そういった知恵と豊かさが
すごいこう詰まっているというか、うん、でそれをさもう存分に山の豊かな命の輝きみたいなのを、うん、本当に何でニュートラルに、うん、こう何でか素晴らしく表現してくれるじゃない。うん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 、でそれがね、なんかあり方っていうのかな、やっぱシェフたちのシェフとやっぱおかみさんのあり方が本当にいつも感動して。うん、素晴らしいよね。いや、そこは ぜひ全員行ってほしい。一回は全員行ってほしい。いや、なんかね、でも本当日本人だけだと思うの、山菜を食べれるの。確かに。あ、そうなの。だってあのキドさは、まあ、海外の人もいらっしゃるって言ってたけど、キドいと分かんないんだけど、キドいのは山形弁ですけれども、なんていうの、キドいって苦いのちょっとバリエーション違うやつ。そう、なんか山菜の独特のうっていう苦味っていうか、それはでもいい表現なんだよね。食べた瞬間にデトックスしてるって感じがするよね。そう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 、なんかどんどん体が元気になっていくんだけど、うん、なんかそのキドさっていうのは多分県外の人でもその得意じゃない人の方が多いかもしれないけれども、うん、でも本当にね、そこの山菜は自分の命もどんどん元気になっていくような、うん、そしてなんかもう何気なくそこにあった言ったらちょっと雑草のような山菜たちがこんなにもこうなんて言うんだろう、私たちにこのパワーをくれるというかエネルギーの塊だったっていうのを気づかせてくれるっていうのが、なんていうかね、すごく日常でも大切なことに気づいていくような感覚になるんだよね、そこでいただくと。なるほどね、よかったな。でもみんな大喜びだったね。あそこはね、結構なかなか食べれない山菜がいっぱい出てくるから。そうそうそう、食べれないとか知らない山菜。そう、板町、日本料理の板町なんかは、うん、もう何でも知ってるんですけども、それでも、うんうんうん、なかなかちょっと聞いたことないのとか出てきて、ね、すごい喜んでたよね。というあとね、お風呂も良かったですしね。そうだね、合算自然水のお風呂、60年かけて、うん、そこまでたどり着くっていうお水でできたお風呂ですね。はい、ということでまだまだ旅は続きます。はい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe.